皆さん、こんにちは。今年もいよいよ残り、わずかとなりましたね。2021年のカレンダーはもう、お決まりですか？1年間、共に過ごすカレンダーですから、思い入れのあるものを選びたいですよね。うぷ主が選んだのはこちら。ファーストガンダムの原画カレンダーです。当時の安彦義和さんの原画。ファンにはたまらんでしょ。違う違う。今日の本命はこっち。任天堂ストアで予約していたあれを今さら開封していきます。おまけでつまり35周年のシールが付属していました。 Amazon 特典のピンバッジの方が良かった。さあ気を取り直して、王実に透明のプラケースで保護されています。毎回記念モデルは遊び心ありますね。蓋にも抜かりなし。さあ、そして今はなきクラブ任天堂のプラチナ会員特典のゲーム&ウォッチ復刻版です。非売品ですが、現在でも Amazon などで入手可能です。ちゃんと昔から遊び心あってすこ。紙製のスタンドもついてきます。初代は背面にスタンドが一体化されていました。今回のマリオ版ゲーム&ウォッチの方が一回り大きいです。マリオ版はバッテリーが内蔵されていますが、復刻版はボタン電池式ですね。長い目で見ると内蔵バッテリーは経年劣化しますから、取り替えが容易な電池式が良かったです。個人的に。あ、復刻版は起動しませんよ。新品ですから。では充電します。イラストが表示されました。視野角は悪くないですね。てかめちゃくちゃいい。時計表示はこんな感じ。レンガブロックで数字を表現するセンス最高。音量や輝度、時刻合わせの設定。ではちょっと遊んでみます。まあこんなもんです。はい、ゲーム&ウォッチつながりでこちらも用意しました。プラニン特典の DS 用ソフトです。非売品ですが Amazon で購入できます。せっかくなので遊んでみます。ゲームは3種類収録されていて、どれもダブルスクリーンに適応したラインナップです。ではオイルパニックから。上下の画面を見ながらって、パニクルゲームです。次は超有名なドンキーコングです。わざと液晶焼けみたいな表現もこだわりを感じますね。ちょっとやりすぎ感もありますが。なかなか難しい。はい、特に感想はありません。最後にグリーンハウスです。
めちゃくちゃ忙しいですが、3本の中では一番面白いです。ウプ主は子供の頃、トロイの木馬を所有してました。あと友達のポパイやオクトパスくらいしか記憶にないです。ダブルスクリーンなんて高くて誰も持ってませんでした。ゲームがここまで進化するなんて子供の頃は夢にも思えませんでした。今から10年後、20年後はどうなっているんでしょうね。ぶっちゃけ PS5 は画質の向上くらいで未来は感じられませんでした。いや買えない日が見やろ。そしてファミコンカラーといえばこれ。ゲームボーイミクロのマリオ20周年モデルです。やっぱり箱にも抜かりなしです。ピーチ姫も助けてます。この20周年のロゴがいいですよねー。遊ぶのは定番のスーパーマリオでしょう。あれ、こんな小さかった。操作性は断然ゲーム&ウォッチの方がいいです。液晶もゲーム&ウォッチに軍配が上がります。そしてクラミン特典がもう一つ。こちらはプラケースがスタンドになる仕組みです。もうお分かりですね。ゲームボーイミクロの 2P コントローラーモチーフのモック品です。モックなので当然非動作品です。マイクもプリントされているだけです。動いたんだが、ちゃんとソフトも起動するんだが、三つどもえ状態。実はパープルのミクロの中身を移植しました。今では信じられませんが、 DS がヒットしてから投げ売りされてました。これも新品で3000円くらいだったと思います。あれ、今見るとパープルもシンプルで悪くない。さて、もう一つファミコンカラーを忘れてはいませんか。ほい、ゲームボーイアドバンス SP のファミコンカラーです。こちらはキャンペーンの当選者しか手にできない仙台限定モデルです。箱節付き、未使用品なら PS5 の定価の倍以上の値段がついています。箱節なしでも程度のいいものは2万はします。ウプ主がいくらで買ったかはないっしょ。付属のソフトにも非売品と記されています。内容は全く一緒です。復刻版は別として、また一つファミコンカラーコレクションが増えました。キーホルダーもあります。ソフトはアイスクライマーですけどね。フィギュアーツのマリオにはちょっと大きかったかな。とりあえず100均のスタンドに乗せて飾っておきます。本当は時計として表示させたかったんですけど、節電機能が働いて電源が落ちます。意味なくね。最後にゲーム&ウォッチマリオ版についてウプ主が思ったことを。画面の綺麗さ、操作性、程よいサイズ感、ここまでは完璧なんですが、外に持ち出す際の一番の欠点は、
イヤホンジャックがないこと。人がいるところではミュートにするしかありません。これは残念。なので私が持ち運ぶとしたら、AM5 ミクロの抽選バージョンに決定です。やっぱり、ゼルダやリズム天国とかやりたいですし、お寿司。ご視聴ありがとうございました。スパゲッティミートボールズ&ピッツァパイ。